その、はい、カッパの番茶をちょっとパラパラっと振りかけのように。よし、あれですか、師匠の方でいきます、一郎さんの方に。まず僕いきます、はい。じゃあ、基本もうちょっとこの、これよりも少し幅がこのぐらい広いんですけど、うん、一郎さんがここでどういうふうに寝るか、ポージングをしていただいて、あと周りにどうやって置くか、大体置いてもらえば、はい、そんな感じでイメージできます。こういう感じ、こういうこういうこう、そうそうそう、上の方がいい、上の方が、あ、横とかのがなんか少しこう回り込む、見てるのでちょっと変わります、ね、これ一番上にこれ B からで、あとこれはまあそうそうそう、ベタ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 ベ、こんな感じ。おいえ。上、仰向けになりますか。あ、うつ伏せ。うつ伏せで。うん、いい。いや、もういいですよ。うつ伏せってでもあれだね。なってづらいんだね。逆にきついよ。今風あるんで、うん、仰向けの方が。わかった、仰向け。いいかもしれない。いい、あと、メガネ外したらメガネとかします。あ、メガネじゃん。じゃあ目が合ったらよし、了解しました、 OK です、 OK、 よし、じゃあ撮影をいいですか、撮影って要は録音のこと、録音ですね、こうとりあえず外して今の感じを見ていただいて、ちょっとポジションで、布を僕と富川さんにこうここに引きますので、そしたら今のものをどんどん乗せていって、それで録音始まるんだよ、始まります、いいですか、太陽も始めろっていう感じで、おお、本当だ、はい、じゃあ行きますよ、俺どういうポーズじゃないんだろう、よいしょ、やっぱわーみたいな感じがいいのかな、俺もそう思ったんだけど、いきますよ、じゃあ最初、一郎さんじゃあお願いします、はい、寝転がっちゃって、それは、はい、はい、どうぞ、はい、はい、もう来てくれ、はい、急いで、やばいやばいやばい、ちょっと急いで、ちょっともうちょい頭下の方で、あ、頭こっち側でいいですか、ごめんなさい、っていうのはあの夕日がこっちからですが、はい、こっち頭です、はい、失礼します、今ホックっぽい、うつ伏せようか、そのつもりだった、じゃあそれで、そっちで、こっち頭、はい、うつ伏せの方がいい、うつ伏せ、はい、ホックやってる一郎さんを、あ、そうです、それ、そのつもりなんです、はい、それがいい、はい、バッチリバッチリ、顔横でいいですか、顔横がいいです、はい、どっち向き、こっち、こっち、こっち、
土産ステッカーもめちゃめちゃ開けるめっちゃいい。すげえちりばめてるじゃないか。うん、下の方とかだけって言ってたじゃんかお前。全体いってるじゃん。全体ダメ？いいよ。いいよね。これ全然自分なんかあの全然あれだね自分コントロールあんまり 10% ぐらいしかないねこれあのどんどん 90% ぐらいもうなんかもう雑されるがままみたいな感じだねいやでもアイテムはセレクトして OK じゃあ25分いいですね。写真撮らせてください。みんなに撮られて。あのまな板の家の何ですか。やったー。なんか今日来てよかった。やったかい来たかいあったわ。なんかすげえ。めっちゃいい。なんか俺。めっちゃいい。プロワークショップとかなんか率先して参加したの初めてかも。マジで覚えば初めてだな。いや嬉しいですね。このポップの一郎さんっていうのは考え深いです。僕も出会った時これだったので。わあすげえ。ポップしてる。かっこいい。なんかやらしいですよね。あのうっかりさ、その撮ってる人の影とか入っちゃわないの、うっかりじゃないよ。そういううっかりあるから。ありがちね。めっちゃ日差し強い。でしょ？まだ3分ぐらい。あ、本当。はい、10分で OK なんですよ、これ。ちょっと様子見て、ちょっと雲が影っぽい。プラス2分くらいでやっといた方がいい。いや、もういくらでもやりますよ。やりましょう。かっこいいな。一体番茶がどう振りまかれてるのかが俺も全然もう。そうですよね。で、番茶がいい感じで風で少し動くので、どんな効果になるか。もうあでもなんか一郎さん進んだ後の煙みたいになるかもしれない。ああ、一旦進んだ後のなんかブースターみたいな。ああ、しぶき、しぶき、何かのしぶき。そう。この背景とめっちゃ合いますね。この後ろの鉄塔と雲の感じと。全然そっちのなんかそう楽しんでるのに全くできないな。そうなんだよね。そうなんですよ。楽しんでんだよ。そうなんですよ。それがあるんですよ。モデルになってる人は全然わかんない。なんかでもすげえ楽しいこれ。うららにもすげえやらせてあげたい。でもこれやっぱ裏表例とかってなるとさ、はい、ちょっとかなりさ。はい、ちょっとちぎりすぎだよね、なんかね。ちぎりすぎって？ほら、ちぎり、なんかさ、約束みたいじゃん、なんか。ああ、そうそう、そうなんだね。裏表で行っちゃったらさ。そうなんだ。だから、あの裏表やっていただいた人たちは夫婦なの。ほら、そういう感じになるでしょ。そう。俺と裏表で裏表だったらもう、何って感じになっちゃうもんね。俺もせっかくやったはいいけど、どこにも出せないから。そうか。後ろうららなんですよっていう、なんてうららみたいになったら。いや、なんかそこはやめ持ってくらいですか。
具合になってますね。出てきてるんです。超得じゃん。そうなんですよ、そうなんですよ。これゲットできる、6000円でゲットできるってめっちゃ得じゃん。そうなんですよ。そういう感覚の人だとすごく嬉しい、ありがたい。俺あのチラシ見た時さ、はい、ちょっとまずやるぞ、これにやろうと思ったのは、はい、この等身大なんであれで6000円で、はい、待てよ、めちゃめちゃ得じゃん。そうそうなんですよ、今回本当にめっちゃ。これそれでゲットできるなら、そう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 、全然得じゃんこれ。そうそうそう。それで、そうそうそう、初め俺さ遊び行くよぐらいのメールだったけどさ、いやちょっとむしろこのワークショップやべえなと思って、そんでその後に、え、空いてんのってメールしたじゃん。はい、そうですね、あれよくよくチラシ見たら、はい、これいい、やべえぞって思って、そうそうそう、これやった方がいいじゃんと思って。そうです、その感じで、はい、分かっていただけるとありがたいんですけど。超安いよね。はいはい、めっちゃ高いって人もいるんで。それで分かりました。だけ見てるだけだから。そう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 。いや、すぐ思ったよ、これ6000円っていいのかなと。そうなんですよ。そうなんです。なんかそこが一つフィルターっぽくなってて。そう、フィルターっぽい、そうですね。フィルター。あの、要はどこにその人が目が行ってんのかなみたいな。6000円が高いとかっていう人と。これも、もらえるのね、今回。全然高くないっすよ、ね。あと5分ぐらいなんですけど、全然高くないですよ。なんかまとまってまた展示なんかするときは、一郎さんに借りに行ったりとか。これ家にあるの嬉しいな。ありがとうございます。いや嬉しいな、それは。どう、なんか家の、はい、ちょっと浅井君大分遊び来ないよ。いや本当行きたいんですよ、大分。大分行きたい。これは布じゃあ納品しに来て。あ、マジっすか。え、それまで一郎さんあれじゃない。行こうかな、俺も。一緒に行きますよ。車で行きますか。はい、車もいいです。行きます。車やめた方がいいよ、だるいよ。実際ずっと車の人。遠藤さん、別府、今度の年明けの別府のあれとかも参加されるんですか。いや、もう全然参加しないですよ。あ、なんか P3 の一人が出向で行きますって言ってたから。全然。そうなんだ。もう、僕はもう何もしませんよ。あ、そうなんですか。もうオリンピックで盛り上がってるもんね。でも終わったのにあと引きずって盛り上がってるもんね。ああ。暑い。いやでもなんか僕も一郎さん撮れるのはすげえ嬉しい。でもいい感じで乗っかってきた。気持ち。2分、3分ぐらいやっていいですか、プラスで。もちろん。少し 強めで出た方が。いや、もうそりゃ、かっこいいと思うんで。もう、一番いい感じでいこうよ。はい、行きましょう。もう、あと3分だか4分だか、もう、大して変わんないわけ。はい。でこれさ、うん、お服とか知らない人がさ、この形だけ見たらさ、うん、なんかすごい浮かれたキャッキャみたいな感じのさ。あ、そうか、ジャンプしてね、ジャンプしてキャッキャみたいな感じになってそうな感じがなんとなく今俺してるよ。あ、でも確かにそれはあるよ。うん、ニャンニャンみたいな、うんうんうん、
香剤、体に悪そうな匂いする。本当？匂いします。なんか鉄っぽい匂いする。そうそう鉄っすね。そうそう。まさに鉄なので。あと血っぽい。血っぽい。血っぽい匂いしますね。さすがっすね。あんま匂いは少ないかな。血っぽいなんか明矾っぽい匂いする。はい、あと90秒です。いやいやいや、もうやめないよ、まだ。終わっちゃったら僕行くんでしょ。そうですね。結構限界濃いぐらいに行ってます。あ、そう？でも、もうあと90秒。これ以上行かないっていうところは危険だったらそれやめるけど。これは、ね、一番楽しいの。一番楽しいのは自分がどいたときに自分の鍵がそこにあるのに。うわぁ立ち上がった。なんかラスト1分がめちゃきつくなってきた。でしょ。そうですね、あと1分ですね、ちょうど。苦しい暑い。暑いですよね。すげえ日差しきた。最後の焼き付け。さすがでも、イチローさん、あの、天気もコントロールしてて。なんか日差し強くなってきてない？強いです。最後のラストスパート30秒やばいです、ね。すげえ、なんか一気に上がってきてる。はいはい、強い強い。はい、いい感じ。さすがだな、仕上げまで。さすがだなとかじゃないから、その前。おーやったぜ、これが。あと10ですね。9、8、7、6、5、4、3、2、1、OK でーす。うわー、いいですよ。どうすればいいの、これ。立っていただいても、はい。で、自分の鍵がある。あー、いいですね、脱皮。脱皮していい？はい、いいですよ。さすが。終わった。よし、じゃあこれ。うおー、熱い、顔熱い。痛い。はい、めちゃめちゃなんか、あれじゃん、これ。うわー。かっこいいでも。いや、本当に。うん。あれじゃん、なんか。次、カッパしようなんて。カッパなんて。あ、そうか、まあそうか。はい。次、カッパしよう。そうか、一気に行かないかな。一気に行きましょう。ちょっと待って。一回避けるんで。いや、なんか、日当たってた方のこの、左のほっぺただけも、じりじりする。カッパはもう。カッパ師匠、置きますか、じゃあ。よし。あ、ごめんなさい、すいません。カッパ師匠、あ、うらら、はい、あの、バラン出しといて。はい。この、あげあげシールは。I'm not sure.
夜間はうまいこと夜間っぽく露光できるような形で置いてもらえれば OK です。じゃあ行きましょう。行きますよ。じゃあ鳥川さんお願いします。バラン風で飛びそう、はい、じゃあ何か上に何か置いて、はい、なるほど。じゃあ同じような感じ、はい、お願いします。これ向こうが頭、はい、この辺が頭。やべえ、これ体勢きつかったな。関係なくない？広がりが。ああ、おお、きつくなってきたこれ。その体勢を少し。ああ、頑張って。ああ、頑張って。ただ。よしよし。ああ。両面人物いいですね。熱い。
あとは太陽です。めっちゃ来てるって。すごい。景色がいいよ。景色がいい。景色どこ？確かにそっちじゃないんだよな。これなんかいいよね。色が今混ざってる。カッパの下みたいな。カッパの下。いや、人里出てきました。正解でしたね。人里出てきて捉えた感じになっちゃった。未来を感じるよ。ね、そういうアーティストさんなんですよ。遠藤一郎さんという未来アーティストさん。頑張って。夢と希望があるよね。ね、面白い。楽しいんだ。ちょっと曇ってきてますね。あのロスタイム長くなるね、曇ると。え？曇るとロスタイムが長くなる。アディショナルタイム。あ、全然どうぞ。アディショナルタイム得意だよ。アディショナルタイムにいつも決めるボール。さすが。ゴール。もしなんかコロナとか出ちゃった時。ゴール。ゲットゴーレ、わあ、きつい、わあ、ゴーレ、足も手もきついこの形。多分そうですね。足の開きが結構普通になんかストレッチしてるみたいな感じになってる。うわー、手元の時計ではあと5分なんですけど、ただ曇ってるんで、アディショナルタイムです。あー、きつい。アディショナルタイムが長いんだよな。長いです。長く感じるのよ。そうですよね。なかなか審判動かないんで。長いですよ。中心とか言うね。中心。紫外線はすごくあるな。でもだいぶもうあれでしょ、もう終了間際でしょ。いやでもね、そうなんですけど。うん。なるほど。おい、ちょっと待って。おい。支援行為とかすんだよ。無駄な交代とかで時間稼ぎし始めるから。そうそう。ファールでね、倒れてたりね。時間稼ぎ。そうそう。写真。あ、もう少しで太陽出ますよ。あお、これが太陽に出てきた。写真来ましたよ。写真出ますよ。ピッピーピーピー、ならない。あの会場から嘘の笛吹いたりするやつがいる。そう。あ、来た。先生来たー。来た。さあ最後の。もうアディショナルタイム何分？2分半ですね。いいの？まだ。
いい太陽になりますよ、はい、いやーとか言って嘘つけるからね、いやーとか言ってさ4分でも5分でもこっちは夕飯なんて思ってるわけだからね、うん、あーきつい、何か言ってないのでこれ静かにじっとしてればきついな、そうなんだよね、あーいい感じですよ、頑張って、あおかしいじゃん。出身時計見てる。出身時計見てるけど、ちょっと曇ってきたな。さらに伸びそう。交代準備してる。相手チーム。交代準備してる。2枚同時とか。そう。で、ゆっくり。ゆっくりやんな。ゆっくりあのピッチ行きたいんですよ。走って出ろよ、交代するやつ。歩いて出るんだよな。そう、歩いて出ます。おーい、ほら、あのサポーターのセミが鳴き始めた、あサポーター鳴き始めた、おーい、あーしゃすごくいい加減です。この足はすごくいい。中心。ああ。持ってんだよな、もう最後きついね、ラスト苦しい時間帯来たよ、苦しい時間帯、ラスト太陽出て最後少し焼いたら終わりです、太陽怖い、 あとワンプレーってやつ、あとワンプレーあとワンプレー、いい影出てますよ、これワンプレーが切れないってやつ、ワンプレー切れないね、おーい、鳥かご、鳥かごです、きついこの時間で、あー最後我慢、最後我慢、最後我慢、はい、我慢の時間で、最後我慢、長い。アディショナルタイム長いぞ。長い。主審はね、時計を見てるしね。もう一回太陽欲しいんだよな。あんなも空見で分かんだろ。なかなか。空見で分かんじゃん。もう雲切れ目ないなとか。うん、もう少しなんだよ。雲のディフェンダー。雲っていうディフェンダーがもう少しで。おーい。もう少しもう少し。雲のディフェンス力が強い、もう思い切って上がれ、もう全員上がれ、でもう少しよ、あー、お、来た来た最後。来てますね。最後来た。何分アディショナルタイム？だいぶ長いよね。あ、来た最後の。
最後の日。よーし、これで1分です。よし、ラスト、ラストワンプレー、1分。ラストワンプレーで、はい、この光で焼けば。よーし、あーあー、きつい、ラスト。いいっすね、めっちゃいいっすね。いい感じです。一郎さん、もう少し頑張って。いいラスト。ディフェンスが。スペース空いてる。空いてる。空いてる、これ。空いてる。空いてる、空いてる。あー、死に込め。これ、サドワンプレー。あー、死に込めよー。はい。はい。ラスト10。はい。9。よし。8。出陣。よし。26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、お疲れ様でした。20分。何分やってた？ね、17分。長っ。ところからなんで15分。あ、ごめんなさい。またゆっくり。15分ぐらい。どうぞ。固まる。余るね。